今シーズンのサンフレッチェのことを伺っていきたいと思うんですけれども、小泉さんから伺いましょうか。今年のサンフレッチェ、はい、ここまで戦い方ご覧になっていかがですか？スキッペ監督が今シーズンから指揮を取られて、ようやく、ね、こう得点というところで、ゴールも奪えるようになってますし、戦術も非常にこう浸透しているなという思いでは、はい、印象は持ってます。はい、久田さん、昨日はもう3対0完勝のゲームを、ね、解説されましたけれども、いかがでした？はい、いや本当に完璧な勝ち方だと思いましたし、スキッペ監督の、まあ、チーム作りの雰囲気を見ると、ペトロビッチ監督が来た時のあの雰囲気に非常に似てるなっていうのは感じたのと、実際選手からそういった声も聞くことができているので、個人的には楽しみしかないですね。大久保さんは聞きます？いや、もちろんやっぱりね、来ていただいてて、ね、なかなか大久保さんにサンフレッチェのこと聞く機会もないので、地域で一番笑顔の集まるスーパーを目指し、広島市内を中心に16店舗を展開するスパーク、毎週土曜日に開催している朝市では、鮮度が良く美味しいお買い得商品をたくさん取り揃えています。さらに5月は毎週土曜日がスパークこじかカードのポイント5倍デー。スパーク電子マネーこじかカードでお支払いいただくと、ポイントが通常の5倍になるビッグチャンス。ただいま新規会員募集中です。毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで。サンフレッチェは強いか弱いかが分かんない。勝ったり負けたりがこう、あ、なるほど、まあ、監督が変わって、でここ最近ね調子いいし、スキッペ監督 のねサッカーができてくれば強くなるのかなっていう、うん、監督が変わるとチームの雰囲気が変わるとかっていうことって結構あったりするんですか？監督がめちゃくちゃ関係すると思いますよ。サッカーもそうですけど、ええ、まあ、選手も合う合わないが絶対あると思うので、はい、まあ、僕なんか風間さんに会って、うん、はい、爆発しましたから。あ、それがきっかけで、はい、それがあってなければもう絶対あそこまで点も取れてないですし。どういったところがこうバシってあったんですか？いや、自分は結構中盤とかもしてましたけど、はい、まあ、風間さんになってからもうフォワード、もう得点を取ることに集中できるようにしてもらったんで、なんかもう風間監督が好きでフロンターレに行く選手って多いなっていう印象なんですけど、うん、はい、その風間監督のこうどういったところがこう魅力的なんですか？やっぱりみんな上手くなります。あのフロンターレでさえみんな上手くなって、あのフロンターレでさえって出ましたね。どういうことかな、若干ディスってましたけど。ディスじゃない、ディスりが、まあ、その前ね、その前ですね、強くなる前ね、はい、外国人ね選手でこうやってたチームで、最後日本人はめちゃくちゃ上手くなったんで、本当に谷口選手、車谷選手、はい、まあ、サッカーがすごい楽しいなっていう思えるようなサッカーをしましたよね。久田さんもまあいろんなね、はい、監督の下でプレーされてきましたけれども、やっぱりその監督が変わることによってチームの雰囲気が変わったりとか、まあ、まず監督は選手にいろんなアイデアを与えてくれますし、まあ、チーム作りのところで、まあ、明確なこうビジョンをチームに与えてくれるので、まあ、風間さんも僕実際名古屋で実際指導を受けましたし、選手としては本当にこう成長できる、そういったいろんなアイデアを言葉として与えてくれる監督さんだなと思いましたし、まあ、広島で皆さんご存知の通り、ペトロビッチ監督が来てからは本当にこう選手もみんな上手くなって、まあ、プレーするのを楽しんで、そしてチームとしても結果を出して、結果的に3度の優勝につながるベースをねやっぱり作れたので、やっぱり監督の影響力、力っていうのは非常に大きいなと思いますね。これまでの常識にとらわれない新たなフィットネスの形、フィットネスジムベースワンは、あなたが必要なものを必要な時に必要なだけご利用できるプランをご提案します。広島市を中心に6店舗営業中、フィットネスジムベースワンでもっと身近で楽しいフィットネスライフを始めてみませんか？健康的な体、憧れの美しい体など、なりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。詳しくはベースワンで検索ください。まあ、僕自身もサンフレッチェで入団当初は、まあ、すごくこう低迷期を味わいながら、まあ、どちらかというとこうリアクションサッカーが多かったんですけど、まあ、ミシャが来てやはりねこう僕たちもこう楽しめるサッカーを、目指す中で成長できましたし、おそらくまあ皆さんも、まあ、見ていてねワクワクするサッカーというのはおそらくミシャから、はい、見られていると思いますので、まあ、今、ね、今シーズンスキッペ監督来られて、
非常にこう魅力的な、はい、もうゴールをね目指すサッカーというところで非常にこう楽しみながらサッカー見れるんじゃないかなと思ってます、うん、スキッペ監督ってあんまりこう感情を出すタイプではないのかなという感じがするんですけれども、そうですね、まあ、すごく冷静でやっぱりしっかり多分見ていますし、うんね、これまでやはりこう主力でチームの、ね、顔として頑張っていた青山選手がね今なかなかメンバー入れないというところは、ね、しっかりとやっぱりこう選手の評価もしてるんじゃないかなと、うん、まあ、大久保さんは、まあ、海外の方でもプレーされてこられましたけれども、やっぱり外国人監督ってちょっとこう独特なところがあったりするんですか。はっきりします。はっきり、本当に、もうダメだったらダメ、うん、年齢も関係なく、はい、良ければ絶対使いますし、うん、はい、僕は好きでしたけどね。あ、はっきりしてる方が好きですか。好きですね。日本人の監督って言ったらちょっとやっぱ気を使うわけですよ。はい、それはあの年齢とか年齢とか性格とかいろいろ、でも外国人の監督は絶対パッて言うんで、うん、そこはやっぱコミュニケーション取れますよね。外国人監督が日本に来るってことは本当に結果を出さなければすぐ出ていかなければいけないっていう、まあ、厳しい、うん、こう世界の中で来てると思うんで、はい、まあ、そういった部分で腹をくくってるなってすごい感じます。外国人監督と日本人監督で練習からこう違うなって感じることってありますか。の試合を想定して準備してる、この練習がこの週末の試合に向けてどういうふうにつながるのかっていうところの提示をするのがすごいやっぱり外国人監督うまいなと思いますね。言葉をやっぱりこう日本語で伝えられない難しさが大前提としてあるんで、メニューでちゃんとそれが提示できないとやっぱり選手も理解できないっていうところのスタートが違うんで、やっぱり外国人の方がそこをしっかりこう、まあ、落とし込めてるなっていう印象ありますけどね。ザ・ズー初の3ヶ月連続ニューシングルデジタル配信リリース決定。3月にワイズミュージックレコーズより第1弾サティスファクション発表から第2弾サリトテ、第3弾のラブ&ピースが各種サブスクで配信中。またゲストに南風とクジラ、森亮太を迎えてのリリース記念ライブザ・ズーのズズズボリューム2も開催決定。5月28日土曜日、会場広島ワイズで午後7時スタート。チケットは e プラスで好評発売中。ザ・ズーの史上最高なロックを見逃すな。